アミちゃんのこれ撮る。じゃあ私先。うんうん。必ず買う。餃子です。餃子です。中身は。あ、中身は白菜と玉ねぎと豚肉と生姜。うん。うん、あと鶏ガラス。うん。鶏ガラス。うん。うん、それで。これは。見たら分かりますね。ちょっと中国の味、ちょっぴりが中国の味。うん、はい、日本の味かと思った。日本人に持ってきてるかと思った。すごい、レコード中国の味よ。あと食べてみて。クミン、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 はいはい、分かる。これ牛肉と玉ねぎ一緒に炒め、クミンと塩だけで。羊肉？いや、牛肉。あ、羊肉になったら、うん、同じの美味しいです。ちょっときつい、みんな食べれない。あ、いや、美味しい。中国は羊肉。サラダもいい匂いがしたから、どんなのサラダ。うん、オイブルと醤油とポン酢だけで。あ、うん、サラダの大好きな、うん、オリーブオイル。これ何っけ、この赤い皮って。赤いは何？ラディッシュ。ラディッシュ。カブじゃない。カブじゃない。ラディッシュ。サラダ大根。赤いやつ。あ、サラダ大根。あ、チェルシーかな。リンゴかなと思った。リンゴかと。似てる。こんなぐらいな。香辛大根ってやつ。あれは中が赤いか。もうあの半分揚げ。あ、次。まあ、ゆで卵と、ね、うん、ああ、なんか見せて、大根、大根、聞いた、思って思って、あ、こっち、あ、白いじゃん、初めて見る、いつもわかんない、あの赤いだと思ったね、ラディッシュ、そうそう、ラディッシュ、これが美味しい、へー、注ぎて食べるだけ、あ、いいですか、説明しますので、染麺で、ゆいでと、あのニンニクの揚げる、あ、うん、揚げて時に油で混ぜます。うん、あ、そうそう、それだけです。とこっちはアジフライでだけです。本当は焼き魚方がいいです。とそれドレスはチリソース。一個作ってみてください。うん、作り方を見て。作り方はね。食べ方は分からないあ。そうそう、一個作ってみて。みんなが今から食べるよ。こっちに入れます。入れます。で、魚入れます。お、うん、お、よし。これがあのタイのロレスです。ニンニクと、うん、赤い唐辛子、辛いとナンプラー、タイの醤油、ナンプラーと砂糖、レモン、しぼます。はい、とこれは韓国の友達に教えてもらったです。ごまとごま油と醤油と砂糖とレモン、ちょっと絞ってます。と、こう食べたことない。それはここ少しずつは、それはネギちっちゃく切って入れます。はい、これつけますね。かけて食べます。ソースが水がある。そう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 、好きのこれかけて食べます。はい、以上ソースはもうこれあんまり辛いじゃない。ここちょっと、ここ一番辛い。辛い。はい、あとこれがこれヘルシーです。とてもヘルシー。はい。はい、次。私、おからのサラダ。おからをいってサラサラにして、だからおからでポテトの代わり。でも、カリカリベーコンと、きゅうりをスライスしてちょっと塩でも。おから、お豆腐の残カス、カス、売ってるね。うん、おから、おから、うん、と、もうスープは普通に野菜スープ、コンソメと、うん、で肉団子、鶏の団子、うん、以上。あ、お皿？スープ、スープ。
粒、うん、あるある。あ、うん、あもういっちゃなかった。あ、これと、まあ、みんなが食べて減らんといけんね。そうだね、はい。そうだね、はい、次。え、私、まあ、言ってみたことないけど、バナナの葉っぱ、うん、これかな、もち米。もち米。もち米と、青い豆と、うん、豚肉、うんうん、塩とか、うん、旬で、スムーです。一緒に蒸す、うん、包んで蒸す、うん、なんか韓国料理みたいなか何言う地吹きみたいであるじゃん、うんうん、似ていますね、うんうん、ね日本あの私だったことないからわからないですでもベトナムの人作る買うね、みんな買う、大体買う感じ、店で買います、うん、どうも、はい、はい、じゃあ次、はい、じゃこれはこれをつけて食べるの？うん、はい、どっちかな、まあ、塩塩の匂い、塩と、あ、こ塩と、みーちゃんの、うん、ロリ、塩と、うん、ちょっと待って、うん、はい、取ってください。砂糖です。はい。じゃあ次私はい、はい、これ、まあ、普通に肉巻きおにぎりです、うん、あ肉巻きもう何も考えずにおにぎりにお肉、うん、豚肉今日は豚肉でやりました、豚肉を巻いて炒め、あ焼いてで焼肉のタレを絡めてる、うん、もうそれだけです、うん、超簡単です、うん、はい、お正月とかそういうの全然関係ないです、はい、美味しければいいかなと思います、はい、うん、ありがとうございます、あと私、うん、これは簡単なマヨポン、マヨポン、鶏胸のこれか、マヨポン炒めで、作り方、うん、胸をこう半分に切ってそぎ切り、薄く切って、うん、あと醤油と酒と塩コショウにちょっとつけといて、であと片栗粉をつけてマヨネーズの油で焼いて、フライパンで焼いて、うん、両面焼いて、あとまたマヨネーズとポン酢を振って味付けをして、うん、最後にネギを振って、ね、うん、作りました、本当にパリパリも美味しい、うん、そうそうそう、パリパリ、あの、スタイルだからな、うん、鍋がよくね、うん、フライパン、うんうんうん、